2005年世界陸上競技選手権大会でのジョンソン・アレン・ジョンソンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。1996年アトランタオリンピック男子110メートルハードルで金メダルを獲得した。ハードルなぎ倒し、男の異名を持ち、倒して通過することを得意としている。彼自身、ももで引っ掛けて倒すことを意識しており、自分は、 最良の倒し方をしているとも話している。ワシントン DC に生まれ、ノースカロライナ大学に通っていたジョンソンは万能選手であり、総高跳びや総幅跳び、十種競技でも専門種目であるハードルに近い実力を持っていた。1995年から1997年にかけて、ジョンソンは男子110メートルハードルを接見する記録を残した。 1995年3月の世界、室外選手権の60メートルハードルを7秒39の大会新記録で制すると、その年の世界選手権でも、トニー・ジャレット、ロジャー・キングダムといった競合を抑えて優勝した。さらに、同年、自己記録を12秒98まで伸ばしている。1996年には、6月の 全米選手権で当時世界歴代二位となる十二秒九十二をマークすると、地元開催のアトランタオリンピックでも二位に大差をつけ、十二秒九十五のオリンピック新記録で優勝。八月には二度目の十二秒九十二をマークするなど、この年だけで三度の十二秒台を記録した。1九9七年には、世界選手権でのコリン・ジャクソンとの対決が注目されたが、ジョンソンが難なく勝利し、 二連覇を達成した。1999年、2000年には、故障に悩まされた。1999年世界選手権では、二次、予選4位と過労辞での通過であったが、準決勝を棄権。2000年シドニーオリンピック決勝は、ハードル全大投げ倒し、四着でフィニッシュし、メダル獲得を逃した。ハードルを倒した台数には、満足したが、結果には、 不満足であった。2001年となり、ジョンソン自身の30歳という年齢、アニエル・ガルシアやテレン・ストランメルといった若手の台頭などから、ジョンソンの限界説が囁かれるようになった。しかし、この年からジョンソンは、かつての強さを取り戻すかのような結果を残している。2001年世界選手権、グッドウィル・ゲームズでは、ガルシアとの直接対決に続けて勝利した。 2003年世界選手権において2連覇を達成するとともに世界選手権4回目の優勝を果たした。これにより、クレック・フォスターが保持していた最多優勝回数を上回った。また、世界室内選手権でも2003年、2004年と2連覇。特に2004年大会では当時33歳にして60メートルハードルで7秒36の自己ベストをマークし、 大会記録をも更新した。この快進撃から、アテネオリンピック金メダルの大本命であったが、二次予選で、ハードルにつまずきフィニッシュできず、決勝へ進めなかった。2006年、35歳になったジョンソンは、IAAF 陸上ワールドカップにおいて、流勝ダイロン・ロブレスらを破り、12秒96を記録して、優勝。さらに2008年には、 世界室内選手権で銀メダルを獲得している。ジョンソンは110メートルハードルにおいて12秒台の記録を11回マークしており、これは史上最多である。当時のシーズン最多記録。現在では世界記録保持者、アリエス・メリットが2012年シーズンに12秒台を8度記録している。オールタイムメンズベスト110メートルハードルズ、ありがとうございます。